最近健、健康に関する興味が非常に高くてですね、えー、無農薬野菜であるとか、それからいろんな添加物に対する興味なんかも深くなってますし、まあ、パン屋さんが非常にびっくりしてますけども、まあ、パンの中のグルテンなのか、それともパンというのがどうなのかっていうのがあるんですが、そういう話がいろいろ出てますよね。一方では米の消費量がすごい、すごく低いということで、まあ、これも、米の方を応援してる人については、 いろいろ問題にしてるわけですが、もともと考えてみますとね、えー、人間の体っついうのは1万年ぐらいかかるんですね。これは当然で、こんな一長一短にできるわけじゃないわけです。というのは、例えば世界にはですね、お米と魚がペアになった地域と、それから麦と肉がペアになった世界があるんですね。これはもう当然皆さんもご存知の通りなんですが、 なぜそうなったか。もちろん一番最初はおそらく、肉についてはですね、お塩がないところが、肉から塩を取ったと言われてるわけですね。そうすると、やっぱり肉にパンが合うんですね。それで、肉とパンという文化になる。それから魚はもちろん海沿いで、特に日本の近海のように、これはまあ、黄砂の関係があって非常に黄砂が効くんですけども、いずれにしても、 魚がよく取れると。そうすると、魚とか貝とかですね、塩はもちろんそれと一緒に取れるということになると、お米を育てるということになるということに、まあ一応なってます。まあいろいろ説はありますが。それからそれを食べ始めるとですね、いろんな点が変わってくるわけですね。もちろんカルシウムの量とか、それから塩の量とかですね、いろいろ様々になりますので、それに応じて体の大きさとか、筋肉の構造だとか、 骨は何から作るかって。まあ、これは、あの、骨はカルシウムから作るんですが、これも、あの、まあ、あの、ご存知の方もおられますけれども、骨っていうのは、大人になったら、いらない、あの、カルシウムいらないとか思ってる人いるんですけど、全然そうじゃなくて、まあ、一日に相当な量がですね、血液中に溶けて、えー、体内に出てしまうんですね。まあ、人間の体っていうのは、どうしても劣化していくので、抗体が必要なんですね。骨の交番って言うんですけど、 えまあそういうのが行われるわけです。その量だとかですね。まあもちろん髪の毛の色から、あの、皮膚の色なんかは、まあ太陽の光で、えー、癌の発生率、皮膚癌の発生率を一定にすると言われてるわけですね。まあ、いずれにしても背の高さから筋肉の量から、そういうのが全部違うわけです。ですから、1万年間かけて自分の体っていうのはその土地に合ってるようにできてるので、やはり日本人は米と 味噌と、それから、野菜、野菜少し、煮た野菜ですね。主に煮た野菜。それに、魚というような組み合わせになるんですね。それに応じて、例えば、漬物を食べたり、というふうになるわけですね。私は、あの、フランスに長かったんですけど、フランス長いとですね、えー、っと、なんか不思議なことに、日本人でありながら、少しずつ少しずつチーズをですね、えー、っと、ピクルス代わりに食べるっていうか、要するに、 チーズを食後にですね、食べると口の中さっぱりするんですよ。ちょうど漬物を食べると同じなんですね。最初の頃はチーズを食後に食べるというのは抵抗あったんですけども、それは慣れてきまして。だから結局自分の体の作りと、それから習慣がまあ1年か2年続くとそういうふうになるんでしょうね。ですからその調和を取りながら食べるっていうのが食だというふうに思うんですね。食はまあそういうふうにして、 ですから、ま、基本的には、私昔から言ってるんですけど、日本食は8割ぐらいかなと。あと2割ぐらいが、日本食じゃないものを取ると。ま、いうのは適当じゃないか。果物なんかも、梨とリンゴとか、ああ、そ、みかんとかいうのを基本にして、それに珍しいからというんで、たまにはですね、違うものを、外国からの果物を食べてもいいという、そういう感じじゃないかなと思うんですね。これは、あの、体のことを考えますと、我々とその、 個性とか民族性っていうのは考えやすいんですけども、精神的なものですとまたこれが忘れちゃうんですね。で精神的なものでこう難しいのはですね、やっぱり珍しいものに憧れるっていうのがあるんですね。ですから、あのどうしてもあのもちろんこれは男性よりか女性の方が、まあそういう憧れっていうのは強いんですね。ですからあ、女性の方はどうしてもヨーロッパかぶれになるわけですね。ですから、まあ、 どう,あのどうしてもヨーロッパの生活がいい。えー、従ってこの食と精神的なものって言うと、何かヨーロッパの洋館的なところに住んで、朝は、えー、トーストとかなんか食べると。だから昼はなんかどっかのカフェに行って、コーヒーと、えー、何かを飲むというですね。そういうふうな生活になるのは、なりがちなのはまあ女性なんですね。ところが心理的なものもやっぱり大きいんですよ。 心理的なもので最近の研究で一番大切なのはですね、周りの景色、景色っていうかな、デザインっていうか、家の中だったら家の作り、それから外に出たら、あまあ街並みとか景色。これがですね、精神的に非常に影響する。精神的で影響するってのはですね、気分が良くなるとか、そういうもうそうなんですけど、自分の意志ですね。自分が今日何を食べようとか、自分が今日何をしようとか、 どうもあの人とはうまくいかないからいつもぶつかってしまうとか、そういうふうな自分の意思ですね。今日これをやりたいとか、歌を歌いたいとか、そういうのはですね、実は自分の意思として決まってんじゃなくて、えー、体の中にある、まあ、意識の小人っていうこともあるんですけども、そういうのが先に動いて自分の意思が体でできて、できた後、それが自分の意思のように思うっていう順序がそうだっていうのがですね、まあこれはあの、 まあ、アフォーダンスとか、ミュー、ミラーニューロンとかですね、ミームっていうのがあってですね、昔からこれはあって、ミームっていうのは文化的遺伝子と言い,いましてですね、これもいろいろな説があるんですが、まあ、大体、あの、その、そこの国に住んでる人たちっいうのは、その国の歴史とか、風土に、大体300年ぐらいは、寄ると言われてるわけですね。そうすると300年寄るっていうと、どのくらいかっていうと、ああ どのくらいかっていうとね、あの、300年中のはの、徳川の中間ぐらいですね、元禄時代からちょっとこっちということになるとですね、我々はやはり、江戸時代の記憶というか、そういうものが頭の中にあって、それでよく言われるんですけど、畳がいいとかですね、縁側がいいとかですね、それから何か日本的なものを見たときにいいなと思うと、これがやっぱりこの民意無と言われるもんだという説もあるんですね。 これは今のところほとんどの場合がまた学問的にもはっきりしておりません。というのは手段がはっきりしないんですね。そういうものを集めて整理したりするしかないわけですね。ところが最近あの、意識というものをはっきりといろいろ脳の研究だとか、それから外から入ってくる情報の解析ですね。そういったものが進んできまして、我々はどこの時点で意思を決めているか。これ非常に簡単なものは、 えー、喉が渇いて水を飲みたいっていうのはですね、まあ体の各細胞が水分不足になるので、それがまあ喉の方に行くんですかね。喉が渇いているという情報になり、それを頭の方で感知してジュースを飲みに行くということになるわけですが、実はジュースを飲みに行くっていうのは自分の意識じゃなくて、自分の体の細胞が、まあ、えー、徐々に徐々に、まあ20分前とか30分前から、 少し水が足りないよ、水が足りないよって言って、やつが、えー、自分の意思のように思う。まあ、これが一番いい例ですかね。ですから、他のことも全部そうだってうわけです。自分は電車に乗りたい、彼女に会いに行きたい。全部ですね、これは意識の小人がですね、体で、えー、やってる。それは体の調子である。例えば何を食べたとか、えー、神田に行って歩いたとかですね。それから山を見たとか。 そういうことを、それから家でどういうことをしたとかですね、家の掃除が行き届いてるとか、そういうことによってですね、自分の意思が作られる。意志の基礎が作られる。それに基づいて、表面的にはそうじゃなくて、私がこうしたい。この赤い恐怖を着ていきたい。もしくは今日はこの靴を履きたいというふうになる。ということはどういうことかって言ったら、我々はまだチャンスがあるということですね。 今これをお聞きになっている方で、ね、人間関係がうまくいかないとか、人生がうまくいかないとかですね。どうも、えー、思うようにならないだとか言ってる人はですね、実は自分の身の回りを見回してですね、ところがね、僕はこれを言うのがちょっとこう、なんか奥歯に物が挟まるのがですね、えー、普遍的な原則とかあれがないんですよ。あまあ、あることはある。私が時々言うように、例えば家の中が非常にこう乱れてると風邪を引きやすいとかですね、 それから昼間の服をベッドルームにかけて寝ると心理的に不安定になるとかそういうふうなものでですね、一部いろんな方の研究である程度は明らかになっているものはあるんで、それはそれでアドバイスできるんですけど、基本的にはまだですね、周囲を積極的に変えてみて、自分で変えてみたい。例えば生活のパターンを変えてみて、田舎の方によく行くだとか、それから今まで洋風な 生活をしたやつを和風の生活に変えてみるとかですね。それからいつも聞いているいろんなものを変えて、ネットで変えてですね、違うものを聞いてみるとかいうことによってですね、その変化によって自分の意思に、意思とか感情とか人間関係とか幸福度とかにどういう影響があるかということを見て、そして、あの、あ,あそうか、こっちの方がいいんだなと思うというトライアンドエラーシーしか今のところないもんですから、 だけども、研究は非常に面白いですね。なるほどと思うことがあります。えー、まあ、ほんの、あの、こう、基礎的なもんですよ。こういうことが、自分で決定した0.5秒前に、体のどこが決定してる、なんていう研究なんですが、まあ、そういう研究を見ますとね、将来、ああ、こうなるのかな、というふうに思います。